釈聖雲は中華民国の全州林在州の僧。号はコンサト氏、法名はサトルトル。チャンス賞洋州市江戸区出身で、属性は李国信。清雲大使と称される。元中国国民党党無顧問、中央常務委員。現在は国際物光会世界総会会長、世界仏教という議会名誉会長。 1927年8月19日、チャンスー賞幼州市へ独に生まれる。父は、李茂ゲ母は、劉玉英。ギョクエイ。1934年、私塾に入学。1938年12歳の時、チャンスー賞南京市住処霞寺にて、出家特土、志会承認に指示、全州臨在州、第48大伝人。1941年、 住処霞寺で、愚足会を受ける。1944年、上州天然寺前宗を学ぶ。1945年、小山仏学院に入学。1947年、岐光市白頭山大覚寺が住職となっていた、白頭国民小学校長に就任。1948年、南京市家蔵寺館院に就任し、治癒防止、土頭月間創設。 1949年の春季に小解石軍と共に台湾に渡り、東園県中園三寺に住した後、台湾仏学院が苦同年、中国国民党に加入。1952年、中国仏教会場無理寺に当選。1953年、来院寺に移る。1954年、古尾、龍眼念仏会を建立した。 1956年、慈愛幼稚園を創立した。1957年、高尾仏教堂を建立し、官員に就任。1959年、義蘭県仏教司会理事長に就任。1961年、義蘭県仏教司会理事長に連任。1964年、吹山寺を建立した。吹山仏学院を創立した。仏教を、 友光商工職業学校を創設した。1967年に仏、高山寺を解散。仏高山東方仏教学院を建立した。1971年、中日仏教、軽促進会会長当選。1977年、不問中学を建立した。1978年、国際仏教促進会を建立し、首任に就任。 1980年、中国文化大学インド研究所所長に就任。1981年、東海大学哲学系教授に就任。1984年、アメリカ・ロサンゼルス、ダライ・ラマト・4度会談。米国仏教青年総会理事長。中華肝臓文化協会理事長。世界仏教青年会栄誉会長。1988年、 中国国民党第十三届中央評議委員に選出される。1990年7月、アメリカカリフォルニア州に西来大学を建立。1991年、中華仏教,教会を混流した。1992年、世界仏教という議会永久栄誉会長。1996年、南花管理学院を混流した。1九十七年、 バチカンの教皇とキリシタン法を二世と共に世紀の宗教対話を行う。1998年、国際仏教会中華総会総会長の職を退く。2000年より後、技義皇大学寺には住まなかったが最高に尽力し、幼州史大民寺、岩人図書館と南京大学仏公論を混流した。2010年3月22日、 南京大学に3000万元を寄付、中華文化研究員ビルの建造と関連の科学研究に用いる。2008年6月13日、国立中山大学名誉文学博士学位。2010年1月13日、中華文化人物就寝栄誉賞。12月16日、夫人大学名誉、法学博士学位。3月11日、香港大学名誉社会科学博士。 月22日南京大学中華文化研究員名誉委員長、客座教授。2013年10月21日、中国人民大学名誉教授。2014年5月3日、道住大学名誉教授。2015年1月16日、上海交通大学名誉教授。ありがとうございます。